吹雪さん。これは越路小吹雪さんですね。これはこのいつ頃の写真ですか。だから死に行きさん。わかんないよ。いや分かってる。これはね、39年。あ、昭和で。昭和39年。はい。それで、私、これが、初めて仕事した写真なんです。実は。それで。この写真がね。うん、この写真がそれで、聞いて、うん。あのね、すんごくいい人で、私初めて、もうね、何のあれもなくね、行ってこいっていうだけなの。だから記者の人ももちろん行ったけど、うん、それで私ね3回失敗したの、夫婦を撮るの、はあはあ、それでも快く応じてくれて、3回目にやっと成功して撮れたの。すっごくいい人だった。何の文句も言わずに。この男性が夫なんですね、うん、内藤さんですか、うんうん、何をされてる方の作曲ピアニスト。ピアニストですか。はあ、はあ、うん、内藤さんはね素敵だよね、うん、実はエリチエミさんも内藤さんに惚れてた時代があって、そうなの、すんごいモテる人なんですよね、うん、ですごくあの誰もいない海ってのあるでしょ、うん、彼の作曲、うん、ああいうなんか不思議なね、うん、女性の本当に落ち着く場所を、ね、提供できる不思議な色気のある人なんですよね、まあ、だからケンさんに会う前だったかな、うん、エリさんが、うん、うん、こんな顔してる。うん、なんかね、ウィキペディアで見てると、三島由紀夫ともね付き合いがあって、うん、2人は結婚するんじゃないかなんていうのも思ってますよね。うん、ウィキペディアにね、ウィキペディアもちょっと浮き名流したことあるんだよね。うん、だから、うん、一応もうシャンソンの女王としてね、やはりもう一世を風靡したというか。うん、っていうかあの時代のシャンソンの意味がそうなんだよね。うんうん、片や三輪明宏さん、まあ、当時の丸山さんだよね。そうそうそう、うん、だからそういう銀杯の、うん、あるいはシャンソン の、うん、あのあれがあったっていう時代ですよね、うんうん、だからドラマの作り方がだから、うん、三輪さんのエディットピアフと、うん、あの越路さんのエディットピアフ、うん、これ岩谷時子さんが訳詞してるんだけども、うんうん、全然違うドラマなんだよね、うん、ああそういうやってみると、片や老いとまけの方に行く社会的な、うん、あるいはあの違うんですよね、うん、だからこの内藤さんの方と岩谷時子さんとの関係っていうのすごく僕は面白いなと思う。これはなかなかいい写真ですね。この越路さんと岩谷さんってすごく仲良かったでしょ。うん、仲がいいし、すごくあの家庭的な主婦を演じてた、うん、やった、うん、そうかもね、もともとそういう人だと思うのね、うん、だから宝塚とかあれってどっちかというと男っぽい、あるいは不良っぽい、うん、そういうイメージなんだけども、うん、実は彼と知り合ってそのあたりっていうのを十分できたし、うん、で岩谷さんがそこにやきもち焼かないで3人でうまい形で歌っていう形で昇華できたんだ、形にできたんだと思うな、うん、そう、うん、そういう意味であのすごいある意味で幸せな、うん、幸せだよ ね、 だね、その人顔も幸せだなって感じ、うん、顔そういう面でね、やはり宝塚が生んだ100年間で最大のね、うん、スターの一人であると言ってもいいよね。だから彼女は宝塚出た後は宝塚の枠を超えた国民的な ね、うんうん、そうだね、歌手になったわけだし、うん、もともとそれを、ね、目指したわけだし、でちゃんとそれそういう人だったと思いますね。ところがね、結局、53歳ぐらいで死んでるでしょ。もう見てないから。1980年に、53で、癌で亡くなったんですよね。だから非常に若いよね、53歳だからね。うん、で恵子さんの方で、うん、これ女役、この時のね、うん、越路さんのこう印象とか。いやもういい人に尽きるね。いい人、うん、いい人、いい人って最後よく、うん、だからもう3回の撮影にもね、うん、もう全然いい、ね、よく心よく、今じゃ考えられないと思うよ、3回も撮り直しなんて、うんうん、記者の人も大変だったと思う、うん、3回もアポちゃんと撮ってくれて、うん、撮影させてくれて、これがご主人も一緒に、そうそう、ご主人と一緒に撮るということだった、うん、そうだ、この夫婦の感じは本当に素敵ですね。ね、うん、で、ご主人もなかなかイケメンですね。ご主人が ね、なかなか本当にあのマッチョじゃないんだよね。あ、そうね。ね、ここの穏やかさっていうのはやっぱし落ち着いたんだと思うな。うん、エリさんもそこにすごく救われたんだと思う。誰も笑われてるしね。本当はエリさんのご主人だったケンさんも実はマッチョじゃないんだよね。基本はね。まあそうなんだ。うん、そういう意味でね。うん、だから。やっぱし
あの時代はどっちかって言ったら、すごく男男っていう時代だったけども、そういう実はあれを見る思いがしますね、こういう写真。